具体的にどういうか、だからこの場合だと、まあ、エンティティが時間、どこの場所にあるっていうのをかなり具体的に記述するわけですね。例えばそのエンティティ自体が一定の速度で何そうですね。みんなこれ、動きのグループとかいうことは非常にそのシンプルなもの。センターの方でやってくださいという形になっていて、だからその切り分けがすごく難しい。基本的にその客観性が保てないぐらいの、その特定 の、 そのバイアスが関わったようなテクニックとか、特定の角度に結びついた表現方法を、もうセンターにお任せしますというような態度を取る話だったんです。ボスではないので、そういう感じです。はい、ありがとうございます。というところでちょうど残り4秒ほどになります。はい、ではでは。ありがとうございます。じゃあ、お願いします。